ところが出来上がってみるとね、つぶらさんもあの大地キャバラマンもみんな見に行って、それがね、あの渋谷の劇場があって、東宝の、そっからずーっと長蛇の列だ、駅の方まで。そんな作品、なんか文芸作品といってもね、見たことないんだよ。それがもう、つぶらさんも喜んじゃってね。